順が一番綺麗に撮れたと思う写真。え、なんだろう。え、ちょっと俺のかっこいい写真選手権やろうぜ、今から。おい。おい、加藤純一かっこいい写真選手権やろうぜ。なんかみんなが逆に教えて。俺わかんない。自分の写真なんか見直さないもん。なんか、あのさ、イベルトの服着て、斜め下見てるやつ、あれめちゃくちゃかっこよくない？あれちょっと見してよ。あれ。いや、修正やだ、修正やだ、修正やだ。修正しないで、ありのまま。あれは誰と。ガンガンご応募ください。加藤純一かっこいい写真選手権今、開催中です。これかっこいいかこれなんか、生き様がかっこいいじゃん、生き様が。チャンピオンになるんだな。俺のいない日本でな。っていう顔してんじゃん。かっけえ、これは。生き様が手に取れるのわかる。ああ、これもいいな。これ女の子人気高そう。これ可愛くない？同じ、なんか同一人物と思えねえな。これ可愛い。少年。これは、すごいいい写真だったわ。あー、なんかこれでもなんか、あれだもん。ガメラ、カメラの画素数が荒くてさ、しかもなんかね、縦長に映るんだよ。俺すげえ顔細く見えんだろ、これ。これ多分当時も言ってたんだよ。なんか、ちょっとこれ映りがちげえな、つって。そういうさ、なんか、その、外的要因の、によるものは俺好きじゃねえんだよな。別にそんなんだ誰でも、フォトショーと一緒じゃん、あんなの。え、これなんかあれじゃねえか。なんか歌舞伎役者みてえじゃねえか、これ。歌舞伎役者。こういう歌舞伎役者いるよな、髭濃くて。なんだっけ？名前で知ったよ。なんかねえの？俺のかっこいい顔写真。なんか写りが、ちゃんと写ってねえじゃん。ちゃんと写ってねえやつとかよ。ダメなんだよ。あー、まあ、ゲロちゃんなんか恥ずかしいな、これやめよう。かっこつけてる俺。これ、これかっこいいか、これ。もうしゃくれてないか、これ俺。これ俺しゃくれてないか。これしゃくれてないか。ただなんか、映画俳優みたいな顔してんな。仕事人みたいな。まあ、これは、なんか、なんかで使うときの写真。これ何？ああ、これあれか。釣り行ったときだ。釣り行ったとき、釣り行ったとき。撮れねえんだよ、俺。決め顔とかできねえんだよ。これ、フォトショッパー、これビューティープラス入ってるでしょ、これ。で、これビューティープラス入ってるでしょ。なんか、シワ一つねえじゃねえかよ。これ加工だろ、さすがに。俺加工されてねえか、これ。いや、山田さんじゃねえ。俺の写真をな、今募集してんだよ。なんか俺の好みの俺がいねえな。俺が好みの俺がいねえな。なんだこれ。ニコ生とか見てるやつ、こんなんじゃねえんだよ。てか、変なエロ写真とか乗っけられるのやめよう。あ、俺が一番好きなやつ、最後のこれ見よう。お前の一番好きなやつと俺の一番好きなやつが合うといいな。しゃめちゃくちゃセンスねえんだけど。AV 男優見てんじゃねえかよ。AV 男優見てんじゃねえか。これいいのか。風呂上がりじゃん。なんか俺は、じゃ俺の好きな写真が一個もねえよ。これゴミみてえな。ゴミみてえな写真あ、今の写真なんだわ、こん時の俺若えな、こうやって見ると。顔まん丸だね。俺今度金髪だったんだよ。ただ、あれんだよ。卒業式の日にさ、なんだっけな、一日黒染めみたいなのをさ、バリバリにしていった記憶が今でも、昨日のことのように思い出します。画質いいやついいね。
シワの味とかよ。俺はそういう音、あ、これが俺が人生初めてアメリカに降り立った時の初写真。俺この顔でアメリカ本土に降り立ったんだぞ。加藤純一。よかったな、戦時中じゃなくて、俺に皆殺しにされてたぞ。あれなんだ。だからその時その時な。なんか年取ってくるとさ、例えばね、今すげえかっこいい写りを追求していくと、あと5年後とかでさ、シワシワになった時に、そういうの隠さなきゃいけねえじゃん。俺隠したくねえわけよ。シワシワになったらさ、シワシワになったなりの俺を見てほしいじゃん。そういう風になりたくねえんだよな、マジで。あ、これ、ホテルで撮ったやつか。ヒゲやば。ヒゲやば。ワイルドだろ。そのうちなんか。俺はこれ好きだよね。一番怖いのがさ、ちょっとみんな、あ、これかわいい、これ一番いい、黒人、隣にデブがいるからなんか俺痩せて見えるし、黒人さん顔でかっ、え、黒人さん奇形じゃん、これ。奇形じゃん。奇形。この俺めっちゃ可愛くない？これ俺めっちゃ可愛いじゃん。これ一番好き。俺可愛い系の。ね、顔もなんかま、なんか丸くて。あー、すげえな。今度から、なんか一人ブス置いて隣で撮ろう。決めた。率先して黒人さんと写真撮ろう。そうしよう。絶対黒人さんの隣で並んで撮ろう。森島効果。一番右にも本物の黒人ゲラ。うわー、黒人さん会いてー、久々に。黒人さんに久々に会いてー。ちょ、飯持ってきていいか。飯を食いながらよ。だら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 喋ろうじゃねえか。モコの再会見ようぜ。これね、変顔してる。え、今のモコじゃないでしょ。あいつ、今のモコじゃないでしょ、別に。え、あいつってさ、会員限定以外でももう顔出してんの、普通に。ようわからんわ、ほんと。あいつ事情は。どうされたろ？有料放送とかでさ、顔出ししてやってんの、無断転載されてんだろ。もう顔出しちまえばいいのに、もうあいつがみんな知ってんだろ。